今回の学生たちの目的は河川に住む生物、特に川の底に住む低生生物の生息状況を調べることです。初日はあいにくの雨の中でした。胴長とライフジャケットの上からカッパを着込み、幾分流れの速い川の中、滑る足元に注意しながら川底を探っていきます。学生たちはまず野外と屋内で2日間の研修を行い、河川環境や低生生物の生息場、水質の総合評価の手法である平均スコア法などについて学びます。3日目となる調査実習はキャンパスから車で20分、相模川で行いました。神奈川県では水源環境の保全や再生のための取り組みとして、このような河川のモニタリング調査を実施しています。海洋生命科学部の学生たちの持つ専門知識や技術、何より興味と意欲がより豊かな環境づくりの社会貢献へとつながっています。